おはようございます。関根和夫です。お元気ですかおかげさまで元気にしています。えー、大相撲が終わりましたね。えー、名古屋場所。よくあの荒れる名古屋場所というふうに言われて、結構その波乱が多い場所として有名ですけれども。 昨日の千秋楽の相撲はなんか全勝同士のすごい相撲となってですねなんかまるで喧嘩でもしてるかのような感じの場面がありましたね、えー、実は昨のの相撲は私あの車を運転しながら聞いていたんですけれどもラジオの解説者は、えー、ラジオでの解説者は元横綱の稀勢の里の荒磯親方でしたね、えー、この荒磯親方の現役時代は それほどノーベンとね、その滑舌がよく、またよく喋る人というイメージなかったですけれども、引退して親方になって解説者としてマイクの前に座ると、なんか人が変わったように素晴らしい解説と優しい語り口というものが聞いていて、実に心地いい感じがしますね。一度昔あの NHK かなんかの番組で、あの、稽古場を インタビューしてこのその当時まだ稀勢の里だったわけですけどインタビューした時結構よく喋っていたのでまあそれは確かにそういう面があったんだろうなと思ったんですけれどもでも他はもう場所中の、ね、相撲取りとしての彼しか見てないですからそんなによくしゃべるというふうなイメージがなかったんですけどねでもね本当になんか見事な解説としかもとてもこう 決してこう相手をけなさないと言いますか、非常に優しい語り口なんですよね。ああ、この、あの人にはこういう一面があったんだなと、しみじみ感じながら、第一印象とか、体格とかで勝手にそういうことまで評価してはいけないんだなと思ったんですよね。で、聞いていると、やっぱり、 え相撲のことを実によく知っていてこういうふうに組んだ場合はこういうふうになるとかああいうふうに組んだ場合にはこういうことが起こるとかよく伝わってくるんですよねやっぱりさすが横綱だなってよく知ってるなと思うんですよねまあ現役中はねそういうことを知っていてもなかなか思うようにいかなかったんだろうけれども人のそういうのを見るとわかるんだろうなとこうね思わず唸ってしまうわけですけどえー 他の解説者としては、その、舞の海さんとかね、北の富士さんとか、解説が実に面白くて聞いていて楽しいんですけども、荒井宗也方もなんかそれに並ぶ面白さがありますね。そしてその数日前だったでしょうかね、もっと横綱鶴竜がラジオの解説で出ていたんですよね。これもやっぱり車を運転中だったから、きっとクリニックからの帰り道かなんかだったのかもしれませんけど、なんか日本語の上手な、うん ね方だなと思ったし、また同時に相撲をよく知ってるなと思ってですね。もう本当に感心したんですよね。やっぱりよく知っている人というか、自分も十分に体験したことがある人の言葉というのは重いですね。お相撲さんの苦労を自分でも体験し、お相撲さんの苦労や、その目線がわかる人たちの解説というのは伝わるものがありますね。人に何かを語る場合。 あるいは人に何かを教えようとする場合なんかやっぱりこうそういう自分の目の高さの位置というかそれを本当に気をつけなければいけないなと思いますよね。えー、政治家の言葉は軽いというふうに、ね、日本の政治家の言葉は軽いというふうによく言われますけれども。 まあ相撲の解説者と並べるのもどうかと思いますけども、もしかすると経済について、外交について、よくね知ってらっしゃるんだと思いますけども、でも、もしかすると庶民の生活についての認識がもしかすると甘いのかもしれないなと思うんですよね。いつの間にか庶民の目線と合わなくなっているという面があるかもしれない。そしてそれに案外気づこうとしていないというか、気づいてないのかもしれないなと思いました。まあ、別にあの だから何っていうことはないんですけれども、お相撲さん、元お相撲さんの、えー、相撲の勝負についての解説を聞きながら、いろいろ考えさせられるものがありました。やっぱりこう、目の高さ、その人の目の高さというのは、語り口で随分伝わっちゃうもんだなというのが、とてもよく分かったんですよね。えー、今日もこれから 何人かの方々と会ってカウンセリングがあるんですけれどもできることであればその人たちと目の高さを合わせて、えー、しっかりお話を聞きたいなと思っている次第ですまたメッセージを語る時でもそういう意識っていうのはやっぱり失いたくないなと思ったんですよねまあ深呼吸をしながら今日もゆっくり始めていきたいと思っています どうぞお元気でいてください。急に夏日になりましたからね、健康に気をつけてお過ごしいただきたいと思います。それじゃあまた。